皆さんこんちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら残陽ラケサシです。2D トップダウン流、ソウルライク、ローグライクアクションゲームです。上から見下ろした、ダークソウルのような高難易度でさらにはローグライクなゲームになってます。結構な高難易度で、死んでは次死んでは次と、初見ではクリアできないような難易度です。主人公の能力を上げつつ、能力アイテムをランダムに獲得していきクリアを目指す。以前に紹介したハデスのような感じ。気になるお値段は1520円となっております。正直このゲームの内容でこの低価格は、個人的に即買いレベル。本当におすすめな一本となります。やり込み要素があるゲームがやりたい。手に汗握るアクションや、達成感のあるゲームがやりたい人などにおすすめな作品。あと、主人公が6人ぐらい選べるんですが、どれもセクシーでエッチです。レビューも非常に高評となっていて、納得のレビュー。ただ、やはり高難易度であるためアクションが苦手な人は注意が必要だ。それでは早速どんなゲームなのか見てみよう。一通りクリアし、キャラロックも解除したところです。要は1周目をクリアしたところ。はじめはキャラが1人しかいないので、クリアしていきアンロックしていきます。それぞれ、スキルや得意武器が違います。好みのタイプを選んで攻略していきましょう。ざっと武器の種類はハンマー、太刀、槍、二刀流剣、鎖鎌、猟銃、片手剣盾付きの7種類ほど。もしかしたらもっとあるかも。なのでキャラも7人の中から選ぶ感じですね。とても皆さんセクシーでエッチです。そのキャラに話しかけてキャラチェンジを行います。角が生えた魔女のセクシーなお姉さん、鬼塚さんです。槍が得意武器です。スキルは吸血術といって敵の生命力を吸収し、自身の体力を回復させる。このゲームの面白いところが、攻撃範囲。槍は先のブレードに当たり判定があって、柄の部分には当たり判定がないんです。要は、リーチは長いが懐に入られると危険という槍の弱点をそのまんま活かされています。まあこれは実際やってみると感じることができます。投げ払いを行った時に間近にいる敵キャラに攻撃を当てることができずやられてしまう。おっと、次は白神さん。神族です。一見人間のようだが、神族は人間と同じ見た目をしているんだそう。白神さんの得意武器は太刀。すべてにおいてバランスが取れている。初期キャラはこの白神さんです。お次、人間と魔族のハーフ、天梨さん。二刀流使い。ざっといろんなキャラ使ってみましたが、二刀流が一番使い勝手が良かった。リーチは短いのだが、機動力が他の武器と段違い。ため攻撃で前方に突進攻撃をするのだが、これが強い。おすすめは天梨さんです。次は鎖鎌使い、霧ヶ谷さんです。魔族の子で子供の頃から暗殺組織に入っていたエリート中のエリート。鎖鎌はため攻撃により鎖鎌を投げることができる。これにより比較的遠くから攻撃ができるのでちゃんと当てることができれば強い。まずは懐に入って、鎌で2回ほど攻撃し爆捨てで距離を取ってからの、ため鎌投げ攻撃が個人的にかっこいいとされているコンボ。お次は褐色お姉ちゃん、関さん。ハンマー使い。とにかく一撃実魂。ハンマーは重いので機動力はなく逃げにくいが雑魚はほとんど一撃で倒せる。ため攻撃を当てれれるかが勝負の分かれ目。この子は正直上級者向け。私も使いこなせてない。お次は妖怪で有名な一族らしい、美咲さん。狐の妖怪っぽいですね。この子の武器は重心が長く振り回せても戦える大砲のような武器。ため攻撃で発砲することができる。ためがやや長く、振り回し攻撃の攻撃力もあまりないので、どれだけぶっ破させてダメージを与えれるかが鍵。この子もとにかく機動力がないのですぐスタミナ切れになり、逃げれないキャラ。そして最後、人間であり、名称の子。ただ親族は全て殺されてしまった。悲しい過去を持つこの子は片手剣盾付き。タメで盾で防御ができ、盾で投げ払い攻撃を行うこともできる。そしてスキルが回復持ちなのでとても使い勝手が良いキャラ。しかしこの子は最後のステージをクリアしてアンロックできるキャラなので、それまでは使えないのが残念だ。では今回は正直なんていう名前か読めない、このキャラを使って攻略していきたいと思います。全部で6ステージクリアする必要があります。1ステージ目と6ステージ目は分岐がないのですが、それ以外は分岐があり任意で選べます。さてここはもう戦場。右上のマップを見ながら攻略していきましょう。今いるところは赤く点滅されていて、上と右と下に進めることができるようですね。
まだ行ってない場合は黒表示、行った場所は白く表示されます。敵と遭遇すると門が閉まります。逃げることはできません。敵を殲滅してから次のマップに移動することができます。で、基本ほとんど敵と思ってください。妖怪、魔族、人間といろんな種族がいて、敵同士戦ってることもありますが、こちらも攻撃してくるのでしっかり倒しましょう。左上は赤ゲージが HP、白ゲージがスタミナ、青ゲージが MP になっています。どうですか？もう HP60 も減ってるんですよ。で、回復はスキルを使うかアイテムを使うか、回復できるギミックを使うかなんですが、いつでも回復できると思わない方がいいです。要は、できるだけダメージを食らわないようにすることが大切。回復アイテムなんてそうそう拾えるもんでもないし、ショップで回復アイテム買えますが高い。なので、回復できるスキルを持っているキャラはとてもおすすめ、そしてダメージを受けないように逃げれる、高機動力の二刀流使いがとってもおすすめなんです。まだ序盤ですよ。宝箱から敵が出てきてクソほど強いんですよ。なんとかギリギリ勝てたもの、こんなのがたくさんあります。このゲーム命がいくつあっても足らんのです。敵と遭遇したら逃げれないのも難易度高くする要因。勝手にドア閉めないで。ローグライクは基本アイテムは現地調達。しかも何が出てくるかわからない。常にランダム。ショップに到着。敵を倒したり、宝箱開けたりしてお金を巻き上げたらショップでお買い物をしましょう。さて、このゲームの面白いところ、アイテムの豊富さ。持つだけでバフされるパッシブアイテムと、使用すると効果を発揮できるユーズアイテムがあり、今調べている目の前のアイテムは、キャラが負傷したら身の回りに衝撃波を出すパッシブアイテムになる。速度を上げるアイテムや、妖怪や魔族などを召喚して仲間として同行させるアイテムなどもある。このたくさんのアイテムをどれだけ集められるか、そしてどれだけ強いアイテムを手に入れるかが鍵となっている。組み合わせることで力を発揮できるようなアイテムもある。強いアイテムをたくさん手に入れた時の無双感はすごい。ただ死ぬ時はあっさり死ぬ。とにかく、いいアイテムを手に入れるように祈りましょうってこと。アイテムを買ったら、1ステージ目のボスに挑みましょう。ボスもランダムで、今回は五中っていうボス。実際五中って調べてみたら、中国の孔子の原稿孔子家語の中から林虫派虫毛虫孔虫裸虫と分別されていて。林虫とは、林虫と読み、鱗のある動物、竜とか蛇とかだそう。で最後の裸虫とは羽や毛のない虫、人間のことを指しているようだ。1ステージ目は比較的簡単。問題なく倒せると思います。ボスを倒すと、パッシブアイテムを一つ必ずもらえます。今回は敵からの攻撃5点減少のアイテムでした。5以下は0になるアイテムなのでそう考えるといいアイテム。お次は任意で行く場所を選べますが、選んだ場所の行く先も見ておきましょう。真ん中はクリアした後、上と真ん中に進めますが、下を選ぶと次の次まで下のルートで固定されます。まあ私は戦ったことのないボスを選んでます。実績やアイテムなどのアンロックのため、もしかしたらキャラもまだ入るかもしれないので。さて、ここは中継地点、休憩場所ですね。ここで能力アップを行うことができます。敵を倒すことで魔晶石、魔法石、魔石みたいなのが手に入ります。この魔晶石を使い能力アップやアイテムを手に入れたりできます。まずは能力アップをすることをお勧めします。なぜなら効果は永続だからです。ここでこのキャラの能力を永続的にアップさせることができます。例えば、このキャラの得意武器片手剣盾を装備していたら、攻撃力10アップとか、煮詰まで武器を持てるとか。ここで能力アップさせていくことで強くなっていき、初めは勝てなかった相手にも勝てるようになっていきます。何回も周回して強くなっていく感じですね。手に入れたアイテムの効果は確認しておきましょうね。さて先へ進んで4ステージ目になっています。4ステージ目のボスです。まだ戦ったことのないボスだったので選んだのですが。あと少しのところで撃沈。この、あと少しのところってのがまた悔しくて何度も挑戦したくなってしまうんですよね。このゲームのバランスは、程よく強いバランスになっていて頑張ってもあと少しのところで負ける。そんなバランス。でも超絶頑張ればクリアできそう。ってのが面白いところですね。あとはアイテムの種類や数。それで決まるでしょう。負けたら最初に戻り1から。上げた能力はキャラごと。なので初めは5つのキャラを使いこなすのがいいでしょう。武器も特性があるので、前、リーチ、フル速度それらを体で覚えておくこと。それでようやっと4ステージ5ステージ行くかってところ。6ステージ最後までクリアできるのはあとは運です。
最高のアイテムを手に入れるように祈りましょう。キャラごとのスキルも違うので、まずは一通り触って自分に合ったキャラを探すのもいいかもしれませんね。皆さんはこのゲームクリアすることができるかな？挑戦者待っています。ということで、今回はここまで。次回の面白いゲームも録画済みですので、すぐに上げられそうです。気長にお待ちください。それでは次回の安価で面白いゲームでまたお会いしましょう。